内は、フェードカット、お祭りカットバージョンをやりたいと思います。まずはじめに、モデルさんは、だいたい U 字ラインまでバリカンをまず最初に入れます。一番短い 0.1 ミリまたはそれ 0.5 ミリぐらいの短さを入れます。ここまで入れましたら、次はお祭りカットの部分の形を作っていきます。天頂部、大体天頂部ですけども、お客様の目線、鏡からの目線で見て、お祭りカットっていうのはフロントが四角く見えるもので、正面から、私たちから見て正面から見るとここが丸く見えるというシルエットになります。それを作っていきます。なぜ先に、お祭りカットの形を作るかというと、ここのフェードの部分、ぼかす、沿ってからぼかす部分の上の部分ですね、ここの部分が、ぼかすときに邪魔になるので先に形を作っちゃいます。
お祭りカットの場合、難しいのがここの丸みの部分とここの四角の部分のつなぎ合わせはすごく難しいです。全部行わないと。
いたいお祭りカットの部分は終わりました。これから、このさっきのバリカンのバリカンを入れたところ U 字ラインより下を沿っていきます。蒸すときは耳を外して蒸します。まずは、右半分剃るので、右半分ナザリングしていきます。今分かりやすく撮っただけですけども、大体グーグのところから撮っていきます。半分剃っていきます。この時に注意しなければいけないのは、右半分は剃ってしまったのではっきりと分かるんですけども、左側はまだこれからなので左右対称になるように剃っていくことを注意していきます。
ワンシェールで、剃り終わったので、今度はツーシェールで逆剃りしてツルツルにしていきます。
ラッと切ってるけど、バラバラになるよね。バラバラの中の、バラバラの中の、ある、こういうのをラッと切ってるよね。あ、そうですね、ここはやっぱ。やったらいいんですけど、これ収まってるバラバラか。ぼかしが終わりました。このぼかしの部分から、ちょうど上の部分が、残って出てきてくるので、そこを整えていきます。線の